テオドール・レッシングテオドール・レッシングは、ドイツ系ユダヤ人の哲学者、政治ジャーナリスト。ハノーファーで生まれ、マリー・エンバートで亡死した。ユダヤ人の自己嫌悪などの著作で知られる。レッシングの父親は、医師で、母親は、銀行経営者の娘であり、両親は同化ユダヤ人であった。レッシングは、平凡な生徒であり、1892年に、 ラートギムナジウムハノーファー卒業。彼は学校時代、ルートビヒ・クラーゲスと友達付き合いをしていたが、その関係は1899年に終わった。しかし、クラーゲスの生の哲学は、生涯にわたり、レッシングに影響を与えた。卒業後レッシングは、フライブルク大学、ボン大学、ミュンヘン大学で医学を学び始めた。しかし、文学、哲学、 心理学へと先行を変え、ミュンヘン大学、ロシア人の論理学者、アフリカンスピルについての博士号を取得した。ドレスデン工科大学で、大学教授資格を取得する予定だったが、そこでは、ユダヤ人や社会主義者、フェミニズムを公然と擁護する者に対して妨害があり、彼の計画はそのために挫折した。続く数年、彼は、格好たる地位のないないまま、 臨時で教師をしたり講演をしたりして、どうにか成形を立てた。1907年、ハノーファー工科大学で哲学の志向師になった。哲学者としてのレッシングは、アルトゥル・ショーペンハウアー、オスバルト・シュペングラー、ルートビヒ・クラーゲスと同様、哲学的ペシミズム、及び、医師の刑事上学の伝統に立っていたが、レッシングは、個人的傾向に反して、行為の哲学でもって、 答えようとした。1910年、レッシングは、批評家、サムエル・ルプリンス・キーの外見の否定から始まって、全否定しようとする辛辣な風刺文を書き、文学スキャンダルを引き起こした。その風刺文に対しては、トーマスマンも辛辣な応答文を書いた。第一次世界大戦が始まるとレッシングは、野戦病院勤務医の軍医として、また教師として働いた。 その傍ら、彼は無意味なものへの意味付与としての歴史を書いた。しかし戦争中は、この本を出版することは、軍事的検閲のために妨害された。というのも、レッシングは戦争に対して、明白に反対の立場を取っていたからである。第一次大戦後、レッシングは、ハノーファーでの思考士の地位に復帰し、また彼の二番目の妻アダ・レッシングと共に、 ハノー・オーバーのリンデン地区に1919 19年から当地の市民大学を開設した。1923年から彼は膨大な量の出版活動を展開した。彼は特に共和国的民主主義的な日刊新聞、プラハ新聞とドルトムーンとゲネラルアムサイガーにおいて随筆、寸評、連載小説を発表し、一時はバイマル共和国で最も有名な政治的著作家に、 なった。1925年、彼自身が目撃者として追いかけていた連続殺人犯、フリッツ・ハールマンに対する訴訟を報道することで世間の注目を集めた。レッシングはこの件でハノーファー警察のいかがわしい役割を公にした。その結果、彼は訴訟から締め出されてしまった。同1925年、彼は大統領の候補者たち、 そして後には大統領選挙に勝ったパウル・フォン・ヒンデンブルクの人物素描を描いたが彼はそこでヒンデンブルクを選ぶことについて気をつけるよう警告したヒンデンブルク自身についてはおとなしくて私的に中身の乏しい人間として描かれているが以下のようにレッシングはそのヒンデンブルクの人間性の背後で危険な政治的力が働いているのを見ていたプラトン以来 哲学者は民衆を導くものであるよう求められている。今や、まさに哲学者は、ヒンデンブルクと共には、王者の地位に登らないだろう。それは、ただ単に民衆を代表するシンボルであり、疑問符であり、ゼロである。皇帝ネロよりはまだゼロの方がマシだ、とは言えるかもしれない。だが、残念ながら歴史が教えてくれるのは、ゼロの背後には、いつも、未来のネロが隠れている。 ということだ。この記事のためにレッシングは、ドイツナショナリズム及び民族主義に傾く層から、憎しみに満ちた敵意を向けられた。生徒たちは、対、レッシング戦闘委員会を立ち上げ、彼の講義をボイコットするよう呼びかけたり、教授資格の剥奪と、大学からの追放を要求したりして、彼の講義は、暴力的に破壊された。 それらの抗議に際して、反ユダヤ主義的背景があるのは、明白だった。一般の民衆や、とりわけ大学の環境からは、わずかな支持しか得られず、特に、1926年6月7日におよそ1000人の学生たちが、ブラウンシュバイク工科大学へ向かって押し寄せた時には、同僚の教授たちは、レッシング対立者側と連帯して、その要求を支持した。 1925、1926 19年冬学期に半年間休暇を取ったが、状況に全く落ち着きが見られないので、レッシングとプロイセンの文部大臣、カール・ハインリヒベッカーは、1926年6月18日付で、レッシングの教授活動の停止と現行のもとでの無期限休暇を取り決めた。1933年1月30日に政権がナチズムへ移った後、 レッシングはドイツからの逃亡準備をした。3月1日、彼は妻のアダと共にチェコスロバキアに逃げ、温泉療養地マリーエンバートに腰を落ち着けた。彼はここからドイツ語で書かれている外国の新聞での著作活動を続けていたが、1933年6月、チェコスロバキアのズデーテン地方の新聞で次のような報道が広まった。 レッシングを捕まえて、ドイツの艦長に引き渡した者には、懸賞金が約束された、と。1933年8月30日、ナチズムの暗殺者たち、ルドルフ・マックス・エッケルと、ルドルフ・ツイシカ、カール・ヘーンルが、彼の仕事部屋の窓からレッシングを打ち、彼は、致命傷を負った。次の日彼は、マリー・エンバートの病院で61歳の生涯を、閉じた。 暗殺者たちはドイツへ逃走した。完全な文献目録は、ウィキソースで出版都市順にウィキソースに以下の原文があります。ありがとうございます。